先生、今日はなんとこのスタジオで、はい、生でお書きいただけるということで、はい、楽しみにしておりました、はい、で内容を書こうかなってさっきから考えてるんですが、はい、岡本さん、そのカレンダーの中に、はい、美しく魅力ある女性になるためのキーワードがあるんですけどね、はい、それを書いてみたいと思ってるんですが、はい、ぜひお願いします。もうでもどれもキーワードになるんですけど、まずはこれからいきましょう、はい、出会い、ね、これ素敵ですよね、はい、いい女は出会い力が大事なんですね、はい、そうですね、出会い力、会った時に愛を与える、はい、愛を与える、そうですよ、うちなん中 の, 精神文化というか一着一着で結びつくんですよね、はいはいはい、じゃあしっかりメガネもかけて、はい、しっかり書きましょう、はい、じゃあ出会い力にします、出会いにします、どっちがいいんでしょうかね、出会いにしましょう、出会いと大きくなりますからね、はい、ね、サラサラってきますね、うん、かわいい、もあとで顔を入れるんですね、私の文字には必ずハートと笑顔があるんですよね、うん、笑顔がいいですよね、はい、早い、サラサラっといくんですね実際書いてるとこって本当初めて見ました、はい、これが素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、こんな出会いになりました、はい、かわいいです、出会い力を発揮しましょう、発揮しましょう、本当にこの1年もう本当にこの出会いだけで花が咲きますよね、花で今じゃあ花でいいですか、はい、花がありましたよね、それも書こうと思ってました、何月だったかな、確かに、また7月かな、これで今が花って書きましょう、あ、はい、いつでも今が花です、はい、今この瞬間がってことですよね、はいはい、かわいい、これあれですか、ここはお顔はないんですか、お顔はないんですか、あります、あります、あります、実を言うと、はい、顔はどこにもつけられるんですよ、見ててくださいね、はい、はい、まだまだつけられます、だから人間もいつでもどこでも笑えるということをこれを通して言ってるんですね、あ、なるほどね、そうですよね、どこでも笑えます、でもなんか見てたらどこにも描けないような気がするけど、でもどこにでも描けちゃうんですね、そう、私の手にかかればどこにも描けます、さすが今が花って思い込むことが大事だと私は思ったんですよね、はい、はいはいはい、脳に言い聞かせるんです、うん、脳天気になるんです、あ、次脳天気出ましたね、はい、次もうポンポン出てきますね、脳天気、いい言葉ですよ、これがあれで、ね、ハッピーに生きる、うん、大きな私はポイントだと思うんですよね、はい、脳天気にならないと損なんです、うん、金もかかりませんからね、はい、時間もかからないし人生思い込み次第なんですよね、でも本当にそうですよね、思い込む通りにしかならないっていうか、はい、私はいい女、私は美しい、私は魅力ある女と思い込めば、はい、そうなります、うん、その通り、自分でダメだと思ったらもうダメですよね、そうなんですよ、結局そこなんですよ、それを脳がね、うまくこうちゃんと切り替えてうまくそのように転んでっていうのを教えてくださった、ね、潜在意識に叩き込む必要がありますね、だから常に思い込むことです、はい、今日思い込んだからいいっていうわけじゃなくて毎日、そうですね、癖づけができるようなぐらいってことです、はい、これが脳天気です、かわいい、かわいい、素晴らしい、皆さん脳天気です、はい、脳天気いいですね、準備 OK ですか、はい、はい最後の1枚ですが、何にしようかな、何をいただけますか、パワーアップがいいかな、あの笑うやつですよね、笑いを発するパワーアップでもいいし、はい、どっかにワクワクがいいかもしれない、キラキラもワクワクもいいですよね、ワクワクもキラキラも、
どうします？全部ラブラブもいいしね。ですかとか言ってギチギチにやってくれますかとか。大勝利もいいし、ね、いいしな。どうしましょう。キラキラにします？キラキラいいですね。あの私のキラキラ。パワーもですね。こっちには出てきてないですね。ですね。あ、じゃあぜひお願いしていいですか。キラキラ。キラキラ予想つきます？ね？キラキラ。あの楽しいに、あ、喜ぶに楽しい？嬉しい。あ、嬉しい。女編をつけたくって。そうなんですね。うん、それぜひお願いします。はい、じゃあいきます。はい。女が喜ぶ。女性、うちナチュラ向けに一番いいかもしれない、この女性が喜ぶっていう、はい、すごい可愛いですね。みんながニコニコって感じですね、はい、ニコニコしてキラキラ輝くっていう感じですね。あの人間、嬉しい、楽しいって思っておけばキラキラ輝くんですよ、うんうん、わじわじして輝く人って見たことないですよね。いないですよね。うち言いながら輝く人いませんよね。キラキラはまあワクワクとも通じますからね、はい、ここにも笑顔をつけておきましょうか。はい、本当にちょっといっぱい書いてあると本当かわいいですね。はい、ハート、すごい、あっという間にできました。はい、ね、はい、キラキラ、キラキラです。嬉しい、楽しい、嬉しい、楽しいでキラキラ輝けるよっていうことですね。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。これスタジオに貼らせていただきたいと思います。スタジオに視聴者プレゼントかお任せします。視聴者プレゼント、そうですよね。これとどれか一つ記念に置いて、あと視聴者の皆さんに差し上げたいですよね。出会い、いいですね。庭が花、いいですね。そして能天気、いいですね。そしてキラキラ、はい、もっといいですね。これ皆さん迷いますね。もうこれ殺到しますね。はい、ということで、もう今日は実演していただいてすごいんです。あと、あのこちらのちょっとお話なんかも伺ってもいいですか。はいはい、これ8年前に出版しました、はいはい、で最初はいたずら書きから始まったんですね。あ、そうなんですね、はい、いたずらして書いてたんですよ、はい、それが、はい、私あの当て字にしたんですね、はい、それはあるきっかけがありました、はい、一生懸命って居酒屋があったんです。あ、看板見て、はい、あら、こんな一生懸命面白いね、でも私だったらこうするねっていうことで、あ、なるほど、それをやったんですね、はいはい、でそれから沖縄の方言をやりました、はいはい、嘘をやったんです。嘘ってことですか。あのちょっと分かる、土地で間抜けなことを嘘って言うんです、はい、それを私は当て字にして、はい、宇宙の宇、はい、風、はい、思うって言うね、そうなんです、嘘、はい、それは宇宙を味方に風のように思いのまんま生きる人に変えたんです、はい、あ、いいですね、かっこいいでしょ、いいです、素敵、あ、これ素敵だと思って次、うん、矢のわらばやったんですね。矢のわらば、矢の子っていうね、はい、うん、矢のわらばはこちら、宇宙を見せながらいきましょうか、はい、これです。これいいですよね、この一番人気がありますね、はい、矢のわらば、嫌な子ですね。いいですか？はい。矢のわらばって読みます。はい。家の中に笑いの場を作る我が家の宝、我が家の宝物にしました。ああ、素晴らしい。でもね、子供ってそうですもんね、結局ね。実際にそうですよね。うん、だからあれ最初からこうだったのかなって錯覚起こしたりするそうです、はいはい、まあ、逆にそうだったらいいなと思ったりするんですけどね。これが良そうですね、はい、土地で間抜けって言われても宇宙を味方に風のように思いのまま生きる人、うん、みんなでなれば怖くないです、はい、素晴らしいです。そうです。そしてフラフージーもあるんですよ、ね、フラフージーってご存知ですか。フラは分かりますけど、フージーがつくと、はい、何々のようなっていう意味
で、バカみたいな人のことをフラフォーって言ってるんですけどね、はい、これは賢い人に変身しました、うん、なぜかというと自ら風を呼んで楽しい風を起こす人だからです、はい、あ、なるほど、フラフォージーですよね、はい、自ら風を呼んで楽しい風を起こす、はい、本当のフラはバカだから賢くないですね、これは、はい、風を起こせるし楽しい風を起こせるから賢い人に変身したんですね、あ、このようにして漢字を使って、はい、困ったねさんをよかったねさんにどんどん品種改良したんです、うん、そしてよかったねの回転も作ったんですけどね、はい、はまりました。いやー、これはまりますよね。でもどんどんなんかその持ってるものの意味がこう、はい、いいように変わっていくから、なんかバカになれるって本当すごいなとかね、はい、本当に前向きに捉えられますよね。不遇なってことですか、はい、不遇な怠け者の人のことですけどね、はい、怠けてるんじゃないよ、風を呼んで風と遊んでた哲学者だよって言い訳してますね。なるほど、素晴らしい、これいいですね。応援、ね、っていうのがあるんですけどね、応援、はい、は大喧嘩のことを言います。あ、はい、小さなことから始まりますよね、喧嘩って、はい、気がつけば大笑いになってるんですね。ああ、喧嘩も笑いの種になったんですよ。そういうことってないですか。いいですね、この喧嘩するほど仲がいいっていうか、そうですね、うん、そういうふうな言葉もありますもんね。もっとたくさんあるんですけどね、これいきましょうかね。ボーチラーって乱暴者のことなんですが、はい、親孝行者に変身しました。うん、それは母親を楽にすることをよく知ってる親孝行者になったんです。いいですね、まあ、深いですよね、しかもなんかすごい面白いですよ、はまらないわけないですよね、これわじ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 ごとんですよね、はいはい、引き取ることね、はい、これはどんなに怒ってても、はい、自ら笑い、自ら和やかになる、うちなんちゅうに多いよって、あ、根に持たないんですよね、はい、その時はパッて言って、はい、もうでも全然、はい、ね、後に残らないで、そうですね、もう笑いに変えていくっていうね、わじわじしても笑いに変えようということなんですね、一段中の心ですね、はい、まあこんな本なんです、はい、実は、はい、ね、この本を出版したから私の人生が変わったんですよ。大変な人生でしたよ素晴らしい、もうまさにでもこの本に集約されてるような、はい、ね、大変な人生をこの笑いと喜びに変えていくっていうね、だから脳天気なんですよ、脳を嬉しく転じる、もうそれしかないんじゃないですか、はい、そうですね。で、ですね、この素晴らしい米森千恵子さん の作品展もそうなんですけども、いろいろ他にも講演とかもされていまして、ちょっとこの後のご予定を簡単にご紹介させていただきますね。今現在12月1日から10日までマナン橋にありますギャラリーカフェムミンバナさん、木綿の花って意味らしいです、ムミンバナ、あ、そうなんですね、それで布物が多いんですね、ムミンバナさんで展示会が行われていますね。そして12月10日、こちらはリレーフォーライフというイベントで、チャタンの陸上競技場で、こちらは講演をなさるということで、壁をの乗り越える2つの術というタイトルで、12月10日午後7時からですね、講演なさいます。そしてまた16日にはおろくのエヌズリンパ専門学校にて講演がありますね。そしてお正月元旦からはハーバーウェイホテルにて毎年恒例のロビーで展示会があるということですので、ぜひお出かけください。それでは、はい、今日はすごい駆け足なんですけども、いろいろ実演もしていただいてありがとうございました。詳しくはまたブログの方でもご紹介していきますので、ぜひ皆さんご覧になってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。